下見吉十郎州誉れ法暦5年8月1日は、江戸時代に大三島などの瀬戸内海の島々へ、さつまいもを広めた六部像である。松浦隆庵、技能作表へと共に、伊予の三能と称される。郷は古い和独釣り。島民を基金から救ったとして、観渉地蔵として、大三島の航空の寺をはじめ、島内の各地や、近隣の島々に祀られている。 高雲寺の観書地蔵は、愛媛県指定史跡である。高雲寺下見、吉十郎像下見吉十郎は、伊予国の豪族高野氏の子孫であり、漢文13年に、大三島の瀬戸村で生まれた。4人の子供を設けたが、幼くして皆なくしたことから、聖徳元年6月23日に六武装として、大三島から諸国アンに立った。広島、京都、大阪を経て、 九州を巡っていたところ、同年11月22日、薩摩国の移住委員村の農民である土俵江に、人世の宿を頼み、土俵江から感謝を振る舞われた。サツマイモが痩せた土地でも、簡単に栽培できることを知った吉十郎は、故郷の大見島でサツマイモを育てたいと考え、土俵江に種芋を譲ってくれるよう頼み込んだ。瀬戸内海は、地形や気候などが独特であり、 大規模な飢饉に見舞われることが多い地域であったためだ。薩摩藩は芋の持ち出しを固く禁じていたため、当初は土表へも吉十郎の頼みを断ったが、吉十郎が涙ながらに再三懇願したことからついに種芋を譲り渡した。吉十郎は仏像に穴を開けて、そこに種芋を隠し、命がけで薩摩国から持ち出した。このことについて吉十郎は、 交易を図るがために国金を破るがごときは決して恐るのに足らずと記している。吉十郎は種芋を大三島へ持ち帰り、栽培に成功すると、島の農民に配って栽培法を伝授した。その後、吉十郎の栽培したサツマイモは、大三島から近隣の島々に広まり、それまで飢饉に苦しんだ島民の生活は安定したものになった。特に、 瀬戸内海を中心に100万人の合死者を出したとされる、教法の大基金の際には、大三島の周辺では一人の合死者も出ず、それどころか苦しむ意を松山藩に込め700票を、献上したとの記録が残っている。うに感謝を食いて、生命を救い増えたりと感謝した島民は、吉十郎を追悟し、高蜘寺に、感謝地蔵として祀った。また、高蜘寺の他にも、 島内の明光寺、宝守寺、永久庵や、周辺の博多島、幾知島、因島などに二十体以上の地蔵菩薩が作られた。さらに1920年には下見、吉十郎聖徳碑が建流され、1948年には、観所地蔵が愛媛県の指定史跡となった。現在でも、吉十郎の子孫が、高久寺の近くに住んでおり、毎年、吉十郎の命日には、 鑑賞地蔵祭が催されたり、芋地蔵をモチーフにした土産用の和菓子が作られるなど、島民に広く親しまれている。ありがとうございます。